素敵。いや、あの素敵な人と付き合います。あー、だよね、だよね。だからさ、ダメ男にね、引っかかるじゃないけど、うん、引っかかってるね。ママには、うん、早く結婚しなよとかって言われるし、いやいや結婚しなよってできたらね、世話ねえわと思って。確かに確かに、うん、あれ、あんな言っちゃった。そんな、そんな行く、やばいんだけど。はい、始まりました。せーの、サナパだよ。ってことで、本日は北関東連合第1集会です。もちけんさんに来ていただいてます。どうも、もちけんです。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。群馬県の方だということで、ウェーイ。で、今日はもちけんリアルチャンネルさんとのコラボになってます。はい、後半はもちけんリアルチャンネルさんにありますので、またそちらもチェックしていただいて、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。モチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ってことで、今回は、まあ、とりあえずちょっと自分たちの方言を出しながら、うん、まあ、楽しくラウンドします。はい、こんな感じで。なんか茨城って方言さ、すごいじゃない。すごいなんだけどさ、群馬ってそんな方言ないんだよね。大丈夫。あ、でも違いを楽しむという。あ、なるほどね、うん、いいかもしれない。多分まあまあ標準語だよ。例えば何かありますか。ないんだよ、目立ったやつ。いちごぐらい。あー、卵。卵。いや、違う違う。卵はないかな。あ、卵は卵。卵は卵。いちごだけ。いちごだけ。なるほど。まあ、それぐらい、単語、ちょいちょい出てくる単語ぐらい。うん、あとない。怒ったりしたら出るとかもあります。なんか。ない。いや、とりあえず私の口が悪いだけ。口が悪いのは方言では。方言じゃないと思う。ないらしい。ただただ口が悪いだけだと思う。まあまあ、まあ、でも群馬の女性って気が強いって言われてるの、すごく。あ、私それ知ってます、知ってます、うん、だからなんかほんわかしてる人はそんなにいない。そうなんだ、うん、結構みんなハキハキしてるというか、うん、ほんわかしてる人でも結構口調が強かったりとかする。でも私の友達っていうか周りにいる人、そういう人が多いんで、なんかいいですね。今日はやりやすそうです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ私もね、茨城弁で。もう今から。じゃあ今から行くかんね。なんかいいね。しみじみやるよ。最近さ、茨城に帰ったからもうネイティブだから。どこなの、茨城の。シズヒルズのとこなんですけど。おお、右下らへん。栃木より福島より。あ、そんな上なの、シズヒルズって。そうです。なんか鹿島あたりだと思ってた。豊島、鹿島。あ、いや、もっともっともっと。あ、全然上なんだ。そうです、そうです。よろしくお願いします。お願いします。オッケー、内緒。ありがとうございます。曲がらんね。よし。いや、ほんとなんだろう、ダンベぐらいじゃない。なんとかダベみたいな。あ、ダベ、ダベあるんだ。うん、わ、うん、だけだよ。でもでも茨城も言うでしょ、それ。あ、言いますね。ね、じゃあお願いします。ナイス。Thank you。 よし、曲がらんね。 OK OK、 じゃあいきましょう。もちけんさんのチャンネルでは、うん、普段どんなことやってるんですか。下ネタしかやってないですね。ゴルフチャンネルなのに。ゴルフとさ、下ネタってさ、結構さ、なんか紙一重のところない。あの、あれさ、あ、なんかあのおじさんたちがなんかよくやってますよね、うんうん、わちゃわちゃ。そう、わちゃわちゃやってるじゃん。はい、っとか、あっとか、なんかちょっとなんか場所違えと、あの、ちょっとこれやばくないみたいな発言が多いかなっていう。あの、19番ホールにさっていう。そうそうそう、あります。マジで、お隣に。そう、19番ホールへの道でなんかカップとかだとかさ。
そんなことしてるんだどういうこと、いつどういうことをしてるのかな本当にすごい愉快なチャンネルなんですね。じゃあそう愉快なチャンネル、あ、170ぐらいかな、うん、なんかどれぐらい持ってきゃいいんだろう。失礼します。あ、はい、あったあった、12入ってます。はい、まあでもラウンドとレッスンかな。ああ、こういう時はこう打った方がいいよみたいな。そう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 。じゃあ100回ぐらいの人とかですか、アベレージ見る人。うん、あ、視聴者そうってこと？いや、そうもそうだし、あの出てる人たち。あ、出てる人たちは、うん、私と、うん、ほんとマジでど初心者の女の子と、うんうん、あとは90代ぐらいの男の子と、うんうん、あとはプロ出したりとかかな、うん、アマチュアの子が多い。あとコラボとかはもうほんとアマチュアさん。じゃあいろんな層がいて、うん、あ、そう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 、面白いですね。いろいろ、ほんとにツアープロだけは出してないどう扱っていいか分かんなくなっちゃうからそうか、下から行った方がいいのか普通に声で喋っていいのかなるほど、ね、そう、ちょっとめんどくさいなっていうめんどくさいサバサバアネゴって感じでかっこいいですね、おつけんさん。これなんか結構あるね。私クラブ間違えたおい、むちゃいます。あ、ありますクラブ、大丈夫ですか。あ、大丈夫。181なので4番ユーティリティで結構いきます。いや、トップしたよこれ。手前5、持ってて。あ、惜しい。やっぱ下がぬかるんでるからね、ダメだわ。惜しい。え、何番ですか。え、今4湯。4湯？ 180 打ったけどトップした。なるほど、じゃあこっちだな。これはルール違反らしいからな。アドバイスですよね。あ、そう、アドバイスだねそう、そう、あのね、自分が打ったクラブとかを言っちゃダメなの。見せるのはいいけど、うん、聞いてもダメなの。そう、聞いてもダメ。うん、うるさい人に怒られちゃう。アマチュアみんな聞いてますよ。ナイショー。いいやどうも。いいやどうも。え、なんかいいやどうもって茨城だよね。鹿島じゃない？鹿島の子、私友達いるんだけど、すっごい使うその言葉。いいやどうも。それ何？どういうこと？どういう意味なの？え、なんだろう。いや、そのままでしょ。なんか普通にいやどうもって。あ、どうもどうもみたいな。どうもみたいな。へー。ちょっとちょけてどうもって言ってる。まあ、軽いありがとうみたいな。あ、そうです。ああ、なるほどね。車弁かなんか困るな。ないわ。北関東で一番都会なのかもしれないですね。そうだよ、私だって南だもん、住んでたところ。住んでたってか住んでる。ああ、じゃあ東京に近いんですか。あ、そうそうそう、東京に近いの。あ東京に近いって、こんなぐらいねこんなぐらいねちょっとそもそもね、埼玉挟んで東京だからね横断しないといけないから。そうそう、埼玉がいるのか。そうだって茨城って直接東京行けるでしょ、直じゃん。このパッチだいぶネイティブになる。ね、いや、思い出すと簡単ですね。ああ、なるほど、ね、自転車みたいなもんです自転車みたいな。よいしょ。前回の時は結構頑張ってた感じだったけど、結構頑張ったんですけど、うん、今もネイティブやもん。あそうなんだ僕は頑張って無理して泣けるなんで練習するんですか。関西弁でいいのに別に。え、関西出身、うん、どこですか。全然わかんない。え、ぽくない。え、直しました。めっちゃ直した。あ、やっぱり今出したのありがとう、パタ。はい、でも私あの関西弁好きなんで、うん、めっちゃ
ね、関西人に会うとテンション上がるんですけど、うん、私も、うん、超好き。関西弁いいですよ、ね、いろんいいのこのラウンドツーが関西弁で、うん、やったマジで異世界交流や、ええで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 ちょっと寄せます。うまい。止まれ。うお、わい。なんでさっきこれが打てなかったんだろう。オッケーです。ありがとう、拾っちゃいます。え、これナイスもなまってんの？ナイスって英語なのになんでなまるんだろうね、そこでね。ナイスはなまってんのかな。なんてんだこれ。おつけんさん結構切れたもんね。うん、めっちゃ切れる。うお、えぐ。あさみ半端ねあさみ半端ねっす。そのパターンの色がマジで可愛い。可愛いですよね。軽くない？軽いですだよねめっちゃ軽い。重り貼ろうか迷ってるね。あー切れないや。すごいね、おちゃらけたラウンドの時はね、普通に外すんだねいいね、その後、なんだろう、集中するオンオフがあってもうなんか最近集中が持たなくて、うん、どうしてもなんか、まあ、入ったり入んなかったりするよねみたいなノリで打っちゃいますなんてかだよねっていうノリで、ね私ね、付き合った彼氏みんな紹介してんの。あ、そうなんですね。そう、全員紹介してるって、うん、私なんか多いって言ってたじゃない、付き合ってる人、付き合ってる人が、付き合ってる人多いじゃん、おかしいな付き合った人が多いじゃん、裏話、裏話付き合ってた人が多いから、うん、そのパパに免疫がついちゃって。免疫？免疫。あー、なるほどね。次誰？みたいな。次どういう人？みたいな。とか、なんかその人がどこどこに行くんだよねとかって言うと、うん、いつ行くの？とか分かってんじゃんみたいな。ついてくから基本的に。あのお父さん持ち犬男図鑑作ってるかもしれない。作ってる。作ってるかも。そう。あの子良かったよねみたいな。そんな季節物みたい。あの時期のイチゴ美味しかったよねみたいな。あ、私じゃないや。え、そう？ボギーだから。なんでもいいよ。167ですね。167って言いません。そんな短かったっけ？あ、そうだ、174だ。そうだよ、174。めっちゃ段が見えるわ。ね、なんかめんどくさそうなグリーンですね。右に滑っていきそう。いや、ほんと。なんか乗ったら乗ったら右行っちゃいそうだし、手前だったら左流れてっちゃいそうだし。あ、いいんじゃない？さてどうだ。そのまま手前かな。あ、ダン。あ、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 これは、あ、あだるだるだるいやつ。だる意識悲しいってことは、左下に行かないといけないですね。そう、思い出したそうやったって。よし、あ、ナイスショー。いいね、でかいか。あ、でけーでけーありがとうございます。さなちゃんはさ、はい、パパに紹介できる人かできない人かって見定めてから紹介するの？いや、あの、素敵な人は付き合いません。ああ、だよね、だよね。付き合わない。
いやなんかそんなん構わず私付き合っちゃってるからさ、だからさダメ鬼ね引っかかるじゃないけど、うん、引っかかってるね。いや多分この辺にダメをコレクター持ちきるよ。そういうの出ちゃうけど大丈夫ですけど、はい、いやでも結局思うんですけど、うん、そのお父さんのために、うん、誰かと付き合うわけではないですから、まあね、まあ、根本を言うと、そうだね、うん、間違いない、それあの一応の基準としてあるけど、うん、どういう人がいいの？なんかでも二十歳ぐらいの時に、うん、父親に言われたのを覚えてて、うん、結婚する人しか家に連れてこなくていいからねって言われたんで、多分心が持たないって思ったんですよね、きっと。その言い過ぎるとってこと？いやなんかその ただ今付き合ってるだけなのに、誰か男の子連れてこられてもどういうスタンスで付き合えばいいか分からない。なるほどね、どこまで突っ込んでいいのかも分かんないしってことか。多分そういう意味だと思う。なるほどね。だからもつけさんのお父さん結構あれですね、心広いから。本当心広いと思うよ、マジで。なかなかいないそういうパパ。逆になんか面白がってる感じ、なんか優しいですね、うん、めっちゃ優しいし絶対面白がってるし、うん、なんかね、遊ばれてる感じがする。あ、もちけんさんで？うん。面白、うん、で、ママには、うん、早く結婚しなよとかって言われるし、いやいや、結婚しなよってできたらね、世話ねえわと思って。確かに確かに、うん、あれ、あんな言っちゃった？そんな行く？そんな行く？そんな行く？やばいんだけど。遥か下ですよ、遥か下。すごい難しいんですけど、見える？あ、見えるか。はい、ありがとうございます。すごいね。5。あー、ちょい手前。すみません、少々お待ちを。少々お待ちを。ゆっくりやってください。なんかずーっと難しいな。ゴーゴー。ずーっと俺のターンなんだけど。ずっと俺のターンじゃん。これ入れて2、3。あ、これ入れてボギーか。うまーい。耐えた耐えた。なんだこれ。ナイスボギー。なんだこのゴルフ。あ、強いかも。わあ、なんか面白い曲がり方する。いや、めっちゃ曲がったわ。あ、左ちょっと。オッケー。オッケー。Thank you。私がちょこちょこしてペースを乱してしまった。パター練習できたんで良いです。ここあれですね、マジで乗せたところで気抜けないですね。うん、そう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 。グリーンね、めっちゃ難しいのここ。ね、難しい。そう。なのに全然覚えてないっていうね。だからまんまとハマる毎回。いや、いいですね、いつでも新鮮な気持ち、うん、そうそう、いつでも新鮮、初めましてだから。でも、はい、パターなんでそんな持ってんの？3本ない？あ、3本持ってきてますね、今日。なんで？イップス？イップスかなって思うぐらいさ、持ってきてるからさ。今日こっち使うか、おだらけゴルフ、うん、こっち使いますね。あ、でも、いいか、競技じゃないし、クラブ変えても、うん。